おはようございます。ありがとうございます。近づけ。もうちょっともうちょっともうちょっと。ダメだろうお前。近づいたら感じちゃう。そうでしたそうでした。大声密接ね。はい。今日はちょっとあの建設総合店、はい、建築か総合店、たまにはちょっとためになるような話をやろうかなと思いまして、第50回、はい、愛知県ウィンク愛知、はい、で今やってるんで、ネットで予約しんとコロナ対策で言って入れんっていうふうで、ああそういうことなんですね。そうそうそう、で本当は毎年入れるんだけど、はい、今年だけは第50回って言ったら外力士ある、俺が生まれる前からやってるのかな。あドローンあるじゃん、ドローン見てください。あ本当だ、うん、建設関係あるんですか。だって屋根のドローンとかじゃん。あこれ見ていいですか、カメラっていいですか。あいいですか。何ですかこれ、建設の、ドローンも大きいものか小さいものまでいろいろありまして、うん、でまあ、この辺りだと、まあ、割とあの、うん、点検測量、防災幅広くも使っていただけるモデル、あの屋根の点検とかあるのに、屋根の点検はあのもちろんこれでできますし、こんなでかいやつやな、小型のものでも十分大変そうですね操縦が。これ何キロ飛ぶとかあるんですか。これだと、まあ、単純と例えばそのコントローラーと機体の通信距離っていうのがこれで6キロぐらい6キロ離れております。そんなに、うん、映画の世界だもんな。屋根でもそうですし、構造物の点検なんかしていただいたときに、はい、あの例えば屋根とかでもそうですけど、はい、瓦バーッと撮っていたときに、はい、この写真どこなんだろうって思い、はい、ことが多いんですけど、はい、あのこういうソフトウェアっていうのはその写真撮った場所も全部管理してますので、はい、これあの緑色に出てる三角の矢印が写真撮ったポイントなんですね、はい、あなのでこの例えば1個これパチってやると、これオートで撮るわけですか。これも設定だけして自動送信です、はい、でこっちと選択してあげるとここで撮った写真出るんですよ、実際の。でこの写真で、あ、そういうことか、詳細のそれを複合させてこう 3D に見えるように見せて撮るってことですか。これ写真から計算してあのモデルを作ってくれるソフト。すごいね。こんなんでもめちゃくちゃ高いですよね。これでもソフトウェアじゃ年間ライセンスで17、18万。あ年間で、年間で、はい、買い切りだと50万ぐらい。これできるんですか。こういうドローンでできる。で僕らのリフォーム会社なんて巻いて屋根で見えるレベルですけど、お客さんが想像しやすいじゃないですか。そうなので、こういうあのものを使ってお見せすることで図面とか見せるよりは全然伝わるんですよ、うん、じゃあ芝とか作らないと撮れないような写真も、うん、あのパッと撮っていただくことで、でこういうのでも全でこういうのだったら許可取らないでいいやつあるじゃないですか、ちっちゃいやつでもできます。それでこれできるんですか。あのこれをやろうと思うとあのちょっと自動でその飛ばすソフトウェアを使わないといけないので、それはある程度大きいドローン。それでいくらぐらいのドローンできる。それであのこの辺り例えば15万とか20万弱ぐらい、まあ、ほんで年間で撮って、これは、まあ、あの許可だけ年間で撮って、これ買ってソフトを入れて月1万何本で、まあ、担当1人みたいにつけて社員で、まあ、全営業じゃなくてね1人か2人ぐらいはできるようにして、大きい物件とかのマンション7階建てとか8階建てでもできるんですよ。やってみたいな。これ、ね、これ問い合わせがいいですか。ありがとうございます。あちょっと名刺も出てないですけど、小林です、よろしくお願いします。おいいな、まあ、でぜひ問い合わせ、まあ、やってくれると思いますので、鈴木さん、はい、名刺も出していいですか、動画に、はい、ぜひ。これ本当面白いわ、この値段ならいいわな、はい、うん、ありがとうございます。またちょっと連絡していいでしょうか。いただきます。いろいろあるけど、俺も塗装屋だもんね、あんまり、なんだろう、要は難しい話やん、どこか、ね、せっかくだ、視聴者にためになるようなことだったら、外壁材、チャイニング仕様かの、外見工業です。あ、よろしくお願いします。あのカメラ回してもいいですか。はい、あどうぞ。 YouTube なんですけど、ごめんなさい、ちょっとあのちょっと恥ずかしいんですけど、恥ずかしいんですけど大丈夫ですか。大丈夫。うち塗装屋なんですけど、はい、サイディングの、はい、何なんですかこれは。こちらがあのサイディングのニキャスさんになります。あ、よし。うちがあの床材ですとか、はい、あの壁材ですとか、うーん、あのそういったものを手掛けております。あ、床材と、はい、あの壁材ですね、うん、ニチャはよく使うよね。あるんです。あの、はい、あのカバー工法みたいなですよね。はい、うーん、来るんだな。あ、そうですね。
あんまり興味ないんだな。難しい。ロング化のものが今回新しく出たもので、はい、これ一応16メートルまでが限界だったんですけど、うん、今回45メートルまで。ああ、はい、そういうことですか。それ45メートルで横張り縦張りで？あ、一応どうです。もともと17メーターまでしか。ダメだったんですか。16メートル前しかなかったんですけど。あ、でタイルとかなんですか。マンションとかって。タイルだったんですけど、タイルだとやっぱりその10年に1回行った新検査をしなきゃいけなくて、うん、はい、結構メンテナンスコストがかかっちゃうんですよ。はい。で、サイディングですと、まあ、タイルのような柄ではあるんですけれども、はい、サイディングですので、うん、まあ、1枚の板ですよね。はい。だから打診検査も必要ないので。打診、そうですよね。はい、それは回収でも全然そうですよね。楽ですよね。回収で一応 PR させていただきます。だってこれでタイルだからね。あ、タイルじゃないでね、はい、サイディングだからね。確かに。あ、でこれが高層マンションとか今までダメだったけど、はい、40何メーターまで45メーターまで OK になったので、はい、今まではもうこういう点で飛べるような金具だったんですけど、はい、ちょっとやっぱりその防風圧とか風圧とか、あー、そういうことか、もう揺れちゃうんですよね。今回ロング金具で線で飛べるので。あ、そういうことですか。だから10何メーター以上、あ、高さ上げちゃいかんよっていうことか。そういうこれが出るじゃん。で種類も300種類以上あるので、はい、いろんな柄を組み合わせていきたい。営業がうまそうだな。はい。あ、それいいね。はい、だって俺らでも回収とかだったら結構あるじゃないですか。あ、もうなんか張り替えるかどうか。そうですよね。珍しいですか。携帯番号入ってるんで、メールと電話で。本当に大丈夫、まずいでしょ。いや、電話できるよ。あ、本当ですか。あ、これ面白いな。はい、うん。ありがとうございます。はい、すいません、またよろしくお願いします。お願いします。ます、これは床材だ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ん？あんまりね、俺も自分に興味のあるものしかわからんもんな。明日行こうか、じゃあ。一周したの。もう一周したの。はい。ちっちゃいな。門ばっかりさん、あれ出口こっち、さっきのとこじゃないですか。さっきのとこ、ちょっと下も見ていこうか。じゃあ、はい、解体工事空き家対策。こんにちは。じゃあ若いね。何なんですかこれは。解体造成解凍。あ、カメラ回していいですか、はい、YouTube なんですけど。塗り替え道場。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。あ、握手したらかんわ、コロナ。してですか。いやで。あ、マジですか、はい、初めて言ってくれたわ。本当ですか、うん、上でも言ったんだけど、あんまり信じくれなかったわ。ここは何なんですか。解体の、うん、これ YouTube 出ていいですか。出させていただけるなら。あ、いいですか、いいですか、うん、はい、ぜひ。知ってます、うちのチャンネル。もちろん。本当教えてもらったんです。あ、マジでこう。こいつちょっと変わってないですよ。こいつで社長だぞとか言って。愛知県でやってて、近いなっていうので。うん、ここ愛知県、解体屋さんなんですか。はい、1年目です。なんて会社なんですか。大中環境。大中環境、はい、何やられてる会社なんですか。解体なんですけど、はい、まあ、その他にも地盤改良とか、はい、造成改工3倍とかはいやってますね、はい、これ何の宣伝。一貫施工っていうのができるんで、うん、ありがとうございます。一貫施工っていうのは、うちハウスメーカーさんと取引させていただいてまして、はい、でハウスメーカーさんってなると家建てる以外うちでやるんですよ。建て替えってなったら家を壊して、うん、地盤改良して、うん、でそこからお家が建って、うん、その後に外交うちがまたやるっていうので、うん、うち一社でやるとその年配であるんですけど、効率化と中間マージン化っていうので。ああ、そう、でもそうだよね。あのハウスメーカー、大手ハウスメーカーに頼んで解体までやってもらったら全然全然違うもんね。そうなんですよ。で解体は結構塗装屋とよく似とって新聞広告とかもやっとるもんね、はい、そうですね。今直接施工でね、はい、でだいぶ違う、値段半分ぐらい違うやっぱり、はい、やっと知っとる人になったな。やっと知っとる人になったな。はい。これもっと喋ってください。あ、これもっと喋ってください。近くでね、できるだけ近くで。ですか。これが一番の売りが20年間保証ついているのと、うん、あと50年間メンテナンスフリーという。50年間？一緒でしょ。本当です。あ、本当です。促進耐候試験というのを行って、うん、紫外線をずっと照射し続けて、うん、で色が変色するかどうかという試験なんですけど、うんうん、でそれは50年間相当の時間をやったところ、うん、あまり色合わせがなかったということで、うん、で50年対応。で筋上は50年間の紫外線を浴び続けても変色しないという形になっています。ウレタン、シリコン、
ハマキャスト、これメーカーの話ですか？ハマキャストですよ。ハマキャスト。商品名もハマキャストで。ハマキャストで。会社と商品名が一緒になってます。おー、はい、これタイルの上に。そうです、タイルの内に、下に、新規層の下地なんで、花鳥のモルタルで、下塗りをして、うんうん、はい、で、吹き付けるって形です、ね。吹き付けなのこれ？はい。こんなに厚みが出るってことですか？そう、これが一番厚みが出て、だいたい8ミリから9ミリぐらい。で、この上から、その、まあ、50年だって、まあ、基本塗らんでいいと思うんだけど、はい、また上から塗れるんだ、塗装、塗料は。塗料は、塗れないですね。もうこんでじゃあ、やりきり？50年間やりきり。何ですか？やりきりで、あとまた50年経ったら、あとトップコート、コーティングだけしてもらえれば。あ、問題ない。塗料はそのままで。ローラーでいけるよね、これぐらいやったら。そうですね、まあ、ローラーで塗料いける。すごいな。で、これも？これも、そうです。吹き付けたのこれ。これも吹き付けで。本当だ、軽い。かなり、なんで。発泡スチロールもつきますので、どこでもつけてるよね。すごい、発泡スチロールだもんね。石みたいな。これすごいね。なんでオブジェとかそういったのも使えます。あ、そうだね。はい、なんでこれ普通の誰でもできるの？これメーカー責任施工？そう、責任施工です。というところで僕らで工事できないんだ。民間だから、はい、マンションとかこれ提案したら結構取れるの？そうですね、マンション、そうですね、マンションでも一番やってもらいたいのがマンション、うん。どこの会社ですか？愛知県？大阪です、本社は。で、あと名古屋と東京に支店があって、うん、塗り替え道場チャンネルって知らない？ YouTube。あ、ごめんなさい、ちょっと。すいません。すいません。見ます。見ます。有名だよ。全国一だよ。建設業で。13万人チャンネル登録者がいいか。まず登録させてもらいます。でも大丈夫？めちゃくちゃ再生しちゃうよ。勉強になります。毎回100万再生ぐらいいっちゃうよ、これ。そうです、そうです。本当、はい、で、これは何？これもタイル、剥落工法ですね。これがタイルの美観をそのまま生かして、うん、で、剥落だけをこう防止するっていう。あ、さっきの塗料でやってるやつもですね。そうです、塗料と反対ですね。こっちはシートで。アクリル樹脂で塗って、うん、で、これがちょっと細かいですけど、シートだよね。ネット貼ってるよね、これ。ネット貼ってます。で、これ下は？これとこれ違うでしょ。あ、これ違います。これが、クリア樹脂塗って、ネットを貼って、うん、またクリアで上塗って。もう俺のネット触んじゃねえ。おー。で、これは何？これ関係ない。これは湿気逃がしですね。マンションとかだと夜とか昼とか、どうしても湿気が中でこもるので、それを外に逃がしたい。あ、そういうことね。これで1箇所ずつ止めておいて。平米あたり4つぐらい？ 4 つです。平米4ケツですね。50センチピッチで。そんな感じです。ちょっと最後宣伝いい？防水も外壁また俺視聴者に叩かれるのはしょっちゅう叩かれるの仕事みたいなもんだね、うん、防水防水も、外壁塗装もやってますので。あ、やってんの？大阪で？大阪と。そこ営業妨害じゃん、うちの。愛知県もやってんの？愛知県もやってます。だったらもうこれ全部カットだわ。うちだって競合になっちゃうじゃん。いや、まあ、塗装やってんの？ハマキャストという会社名で。どこの仕事やってる？あと、そうというか、こういった、これが、まあ、メインなので。施工も？施工もやってます。おう、うち工事業者入れてよ、じゃあ、逆に。足場やらない？足場は、まあ、協力業者とか。うち足場、材料も全部持ってる。メッシュだよ。はい、遊びに行くわ、今度。あ、そうです。ね。突撃。突撃、突撃。いえ、まあ、あんまり YouTube ばっかりあれだけど。またじゃあ、ぜひ。はい、ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。結構面白かったな、でも外壁材。なんか、一回ぐらい使ってみたいな、っていうのが。まあ、使ってみたいなって、お客さんが、の、これもあるけど、まあ一つの提案としてはお客さんも喜ぶよな。うん、あれ面白いわ。はい、今日はじゃあそんでね、建設総合店結構良かったね、はい、うん、まあ行ってきましたんで、あと塗装の建設業と塗装のマッチングか。はい、建設業、塗装、お前何でも入ったかよ、お前ふざけんなよ。塗装屋さんとお客さん、うん、お客さん、俺これ本当に毎日ね、5社10社で、まあ今全国一番でかいところはやっぱ2000社塗装業者が登録してっていうらしいですけど、今完全無料で2000社集まる勢いで今集まってますんで、はい、1日5社集まったら100日で500社だろ、1年間で2000社も集まっちゃう。で、ちょっとね、これね、本当に早いもん順になっちゃうんで気をつけてほしいのは、結局今はもうどこでも登録してチェックできてないもんで、でも順位は全部出るもんで、そうするとあんまり例えば愛知県だけ多い、どこどこだけ多いっていうのはちょっと省いちゃう可能性あるんで、できるだけ早めに登録をお願いします。俺本当にマッチング業界初だと思う。本当に 3% から 5% ぐらいの単価で、サービスを提供できるような世界だと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。また見てねー。
ね。